新年明けましておめでとうございます。現在2019年12月16日です。さあ、オンエアがね、これはいつになるのかわからないんですが、2020年の頭が2019年の終わりかどちらになるのかわからないので、もう一回やっておきますね。今年はいかがでしたか？来年もよろしくお願いします。スピードワゴンの小沢です。新年明けましておめでとうございます。スピードワゴンの小沢です。さあ、2020年皆さんにとっていい年になるようにと思いながら、私もこの YouTube チャンネルやってきておりますが、小沢小沢ちゃん、そろそろ名前を変えたいなんていう話もありますが、今年は変わるんでしょうか？ということで始まりました。2020年新年の抱負、毎回言うことは決まってて、抱負は俺ないのよ。なんでかっていうと、負けを抱くつもりないからっていうのから言ってね、いつも、終わった今一個だけ決めてることはあって、2020年は俺も年明けから髪真っ白にしようと思ってる。マジですか？うん、白髪がすごい多くてさ、黒く染めるのもあれだから、もう一気にこれもう白いっちゃえって。で、白くすると吉川晃司さんに憧れたんですかとか、玉置浩二さんに憧れたんですかって言われる可能性あるから、先に言っときます。近藤里さんです近藤里さんの方で行こうと思ってますから。あとはね、舞台もまたやりたいね。2020年、勝手に俺が思ってることは、次はキューバさんに出る側でやってもらおうと思って。もうこんなこと、こんな勝手に決まってもないのに言っちゃったら、いろんな人に迷惑かかるのかな。抱負だからいい言って、まあ希望だからね。カモメンタルの舞台に本書いてもらいたいね。だからね、これだけ勝手なこと言ってそれが通らないと、やっぱ周りから何あいつってなって、俺ストレスで普通に真っ白になるかもじゃあ、この僕の抱負というか目標を叶うかどうか確かめるのはあなたたちです。まだあるんだ主君、 YouTube チャンネル開設1周年、あれもう1年だった。ちょうど1年です。いやー、1年以内にね、チャンネル登録者数100万人いかなかったら芸人辞めるっていう公約をね言ってたんですけど、よく考えたら、そもそも俺芸人じゃねえから関係ねえやっていうことでね芸人だって思ったことないよね。芸がないから。肩書きは何ですか？肩書きは小沢和弘だよ今回今から見始めた人にこれおすすめだよって。なるほど。なんかいくつか言ってみたい。2020年一発目がそれでいいわけね、はい、あ、回数、終わり方が衝撃だった漫画とか結構いいんだね。16万。カジサックとやった時より言ってるじゃん。そうですね。わ、聞きタバコが一番多いんだ。32万。印象に残ってるの？正直何にもないね実写化してほしい漫画なんて覚えてないもん。ああ、ハンターハンター、福君と誰だっけ？寺田心君でゴンとキルワだ、はい、恋愛相談も覚えてないよ。あ、恋愛相談ってあれか、天井から黒いなんかってやつだよねヤフー知恵袋のやつね、思い出した俺が好きなのでいいんだよね。カジサックとリップあのね、クイズ形式になってるんだけど、俺がクイズをカジサックに出して、答えを聞いたら普通だと正解とか残念とかなんだけど、答えを言う時の俺が面白い自分が気に入ってる。あと俺好きだったのはあれですよ、読むのやめた漫画の続きを教えますからの意外な展開、女性芸能人ってやつ。これも全然伸びてないんだけど、女性芸能人でベスト9作るってやつね、はい、ファーストサマーウイカ早かったよ ね。ファーストサマーウイカに注目したのね最近ですもんね、うん、一番いいのはあれかな、ご縁ってやつか。5900回しか再生されてない小沢小沢ちゃんっていう謎のタイトルになってる理由が分かるんですが、全く視聴回数伸びてないですね。これは今だいたいチャンネル登録者数が4万ちょっと。4万ちょっと、うん、いくつまで行きます今年中。あれ、俺前回言わなかった、100万いかなかった。100万はでもふざけてるよね、現実味ないね。100万にしようと思ったら本気でやらないといけないもんね。本気でやってないのがバレるでもね、本当に、まあ、毎回言うことだけど、例えば50万、80万いる人がいる、まあすごいなと思うけど、ここに今いる4人の人が
気づいてないかもしれないけど、登録するの時に登録できない人いるんですよ。こっちからちょっとこういう人はいらないってのは登録できないようにしてるんですよ。選ばれた4万なんですよ。おめでとうございますね。いいよこれ私のオフは嘘をつかないことですすいません、そんなシステムないんです。ただよく見つけてくれました。出会ってくれてありがとう。スピナーガンの小沢でした。